まず876番、スプーン、スプーン、発音に注意ですね。ここの部分でポっていう風に読まないように気をつけましょう。スプーン、サジという風に訳しても大丈夫です。 Eat soup with a spoon だとスプーンでスープを食べるとか飲むですね。これは状況に応じて使い分けてください。で、お箸のことはチャップスティックスっていう風に言います。ちょっと書くと難しいんですけども、このような単語になります。では次に行きます。877番、ナイフ、ナイフ、発音に注意ですね。最初の K は発音しないでナイフというふうに読みます。ナイフとか包丁という意味で、複数形はナイブズというふうになります。 F、FE で終わっている単語の複数形は F を V に変えてから ES をつけるので、このような形になります。例えば Eat steak with a knife and fork というふうに言うと、一組のナイフとフォークでステーキを食べるという意味になります。で、ナイフとフォークを一組っていうふうに考えるときには、フォークの前にはアをつけないと。ここの部分ですね。ここにアを入れないで、ア、ナイフ&フォーク。これで一組、一セットというふうに考えるということです。878番、フォーク、フォーク。フォークとか熊手のような意味もあります。で、先ほどと同じ例文なんですけども、このような言い方をします。あとはフォークダンスとかフォークソングっていう言葉もあるんですけども、このフォークは単語が違います。こちらは R ですけど、こちらは L を使ってこのように書いてフォークっていうふうに発音するので、そこを区別ですね、気をつけてください。879番、リターン、リターン、動詞だとほにゃららを返すとか帰るという意味があります。 Go back とか Come back と同じ意味になります。過去形、過去分詞形は ED つけて returned、 ING 形 returning、 三単元の Sreturns というふうになります。あとは名詞だと帰ることとか帰宅、帰国、返却などの意味があります。 in return というふうに言うとお返しにという意味で、何々のお返しにというふうに言うときには in return for 何々というふうに言います。880番、 smoke、 smoke、発音に注意ですね。スモークって伸ばさないでスモークっていうふうに発音します。名詞だと煙という意味、動詞だとタバコを吸うという意味があります。動詞の場合、過去形、過去分詞形は D をつけてスモークト、前が濁らないので後ろの D も濁らずにトっていうふうに発音します。 ING 形は E を取ってから ING、 三単元の S はスモークスというふうに発音します。 No smoking っていうふうに言うと禁煙とか喫煙禁止という意味になります。881番、アイス、アイス、氷とかシャーベットなどの氷菓子になります。アイスクリームっていうふうに言うとそのままアイスクリーム、 cold as ice だと氷のように冷たいという意味になります。882番、 fire、 fire、 火とか炎、火事、火災などの意味があります。 There was a fire near my house だと私の家の近くで火事がありましたという意味になります。ファイヤーを使った単語で、a firefighter、 これは消防士のことで941番の方で説明しています。花火というふうに言うときには fireworks というふうな単語があります。
883番ベジタボーベジタボー、アクセントに注意ですね。最初を強く読みます。あとはカタカナでベジタブルってよく書くんですけども、発音はウに点々の方のウですね。ベジタボーっていうふうに読みます。名詞で野菜とか青物、形容詞で野菜のという意味があります。フレッシュベジタボーズだと新鮮な野菜。ハブベジタボースープ、イートベジタボースープは野菜スープを飲むというふうな意味になります。スープは液体なので形容詞の前にもアがつかないと、ここにアを入れないということですね。数えられないものなのでアをつけないということです。はい、今回の単語は以上になります。で、これは今回の単語をまとめたプリント204ページなんですけども、この辺の英文については今回の動画では説明していません。今回の動画は英単語の意味を説明するのがメインなので、省略しているんですけども、少しだけ見てもらうと、このようなところがあります。ぜひ一度目を通してほしいなと思います。こちらのプリントは先ほどのスライドショーですね。こちらの下のところにこのようなところがあって、画像かリンク部分をクリックするとこちらのページが開きます。印刷したいときにはこちらの PDF ファイルっていうところをクリックしてもらって、下の方にプリンターのマークが出るんですけども、こちらとかあと画面上で右クリックをすると印刷というふうにできると思うので、ぜひそちらから使ってみてください。はい、あとは最初の方に見てもらったこのラインナップなんですけども、こちらの204ページのところをクリックしてもらうと今と同じページに、リンクしています。ぜひこちらの方も使ってみてください。はい、今回の動画は以上です。ありがとうございました。